早く彼を見つけなくては。そのブローチ、君がクライブだな。腕の立つベアラー兵だとマーサから聞いてるよ。チョコボの支度をしているのか。どこかへ仕事にでも。人探しに向かうところだ。救い出したい奴がいるんでね。救い出すとは穏やかじゃないな。何かあったのか。いや、ただベアラーだったってだけさ。役人に突き出される前に何とか見つけ出したいところなんだが。そのベアラーはどこへ。身の危険を感じたんだろう。わずかな荷物を持ってここから逃げたよ。だが時期によってもかかる。その前に見つけて保護しなければ。クライブ、君さえよければ捜索に力を貸してもらえないだろうか。ああ、俺も探してみよう。協力に感謝するよ。探してほしいのはノリスという男だ。見つけ次第安全な場所で保護する。おい傭兵、捜索は進んでるのか。あいつは俺を騙してたんだ。早く捕まえろ。ベアラーのくせに人のふりなんかしやがって。やつを役人に突き出してやる。これ以上もたもたしようってんならただじゃおかねえぞ。落ち着いてくれロナルド。これから彼と一緒に捜索に出るところなんだ。このベアラーと。ベアラーになんて任せておけるか。俺が探しに行く。外は危険だ。俺たちに任せておいてくれ。ベアラーと手を組むてめえなんざ頼りになるかよ。クライブ、このままでは面倒なことになる。ロナルドは僕に任せて先に捜索を始めてくれ。ノリスは堕落の門の方へ向かったようだ。奴を見かけた人がいるかもしれない。どうか頼んだよ。彼が時間を稼いでいる間にノリスを見つけないと。しかしロナルドという男を騙されたと言っていたが。この辺りでノリスを見なかったか。やつなら湿地の方に走っていくのを見たぜ。こんな時間にランタンなんか持って妙に焦ってたが。湿地の方に。ありがとう、探してみる。街道を外れようもんなら。おい、ベアラー兵だ。ノリスが向かったのはこの辺りか。手がかりを探してみよう。こんなところにランタンが。確かノリスも持っていたという話だったな。奴のものだとしたら向かったのはこの先か。魔物の死骸だ。ノリスがこれを。あんたがノリスか。誰だ。なるほど、頬にベアラーの刻印がないとは。だからあの男は騙されたと。あの男、まさかロナルドに言われて俺を捕まえに来たのか。親友だったのに。あいつよくも。
俺は奴隷になんかなりたくないんだ。お前もベアラーなら知ってるだろ。ベアラーがどんなひどい目に遭うのか。誤解するな。俺はマーサの仲間に頼まれてきたんだ。あんたを保護するためにな。俺を保護だって？マーサは密かにベアラーたちを保護している。俺も世話になった。彼女は信じていい。マーサがそんなことを。確かにあの人なら何とかしてくれそうだが。迎えを呼びに行ってくる。それまでここに隠れていてくれ。分かった。ありがとう。そのすまなかったな。あんたをまるで悪者みたいに言っちまって。いいんだ、気にするな。そういえばここに来る途中でランタンを拾った。これはあんたのものか？ああ、魔物と戦った時に落としてたのか。昔ロナルドがくれたものさ。もう俺には必要ない。好きにしてくれ。なら俺が使わせてもらおう。あの男からあんたを守るためにな。刻印のないベアラー、ここまで隠し通してきたのに親友に生まれそうになるとは。ベアラーになんて任せておけるか。俺が。ああクライブ、どうだい。ノリスは？おいベアラー、あいつを見つけたんだろうな。魔物が食い漁ってる死体のそばにこれが落ちていた。これは俺がノリスにやったランタンだ。あの死体がノリスなら残骸だけでもここへ運ぶか。そんなもんいらねえよ。死んだってんなら生成する。大体役人たちのベアラー管理がずさんだからこんなことが起こるんだ。もっと厳しく取り締まって刻印の入れ忘れなんかなくしてもらわねえと。クソ、ベアラーとつるんでたなんて一生の汚点だぜ。クライブ、さっきの話は本当か？まさかノリスは本当に。安心しろ、もちろん無事だ。スリーリーズ湿地にある小屋に行け。あんたたちが来るまで待たせてある。よかった。ああすぐに迎えに行くよ。ありがとうクライブ。少ないが報酬だ、もらってくれ。あんた、マーサんとこのベアラーだよね。一つ急ぎで頼みがあるんだよ。うっかり手を滑らせてクリスタルを落としちまったんだ。それも運悪く崖下の湿地帯まで転がっちまって。クリスタルで魔法を使わなきゃ売り物の魚も冷やせなくて商売上がったりだ。金ならいくらでも払う。俺のクリスタルを拾ってきてくれないか。仕方ない、
言ってやろう。ありがてえ、助かるぜ。あと落としたクリスタルなんだが、もしかしたら魔物が食っちまったかもしれない。なんだって？この辺りの湿地帯に救ってるボグクラブってやつがクリスタルに群がってきたのが見えてな。なら片っ端から倒せばいい。頼もしいな、任せたぜ。崖下の湿地帯にはそこのはしごを降りれば行けるからな。クリスタルを食ったのはこいつらか。片っ端から倒すしかないな。商人に届けてやろう。俺のクリスタルは見つかったか？ああ、これだろ。これだこれだ、ありがとう。魚がダメになるかとヒヤヒヤしたぜ。間に合ってよかったよ。次からは気をつけるんだな。ああ、そうするとも。俺たちにとっちゃクリスタルは生活に使う以前に大事な商売道具だ。それなのにザンブレクの属領になってクリスタルの配給も少なくなった。昔のように簡単には手に入らないからな。二度と落とさないようにするよ。イーストプールに向かう橋だが、また税が上がるらしいぞ。マーサからブローチをもらったのか。よかったな。足が治ったから渡りたければ行くといい。ご覧の通り橋はきれいに直しといたぜ。この先も物騒だ、気をつけてな。北から黒の一帯が広がっている。この辺りは自然が残っているからな。住処を追われた魔物たちも増えているんだろう。
そうね、気が抜けないわ。No!